台風10号は東北を横断中です。引き続き大雨や暴風に警戒が必要です。大型の台風10号は午後6時前、岩手県大船渡市付近に上陸し、現在は岩手県内を横断しています。え、今夜は日本海に抜ける見込みです。え、ご覧いただいているのは現在の岩手県宮古市の様子です。 宮古市では、最大瞬間風速三十七点七メートル、一時間雨量は八十ミリと、大雨や暴風に見舞われました。今夜いっぱいは、東北北部や北海道を中心に、大雨や暴風の続く恐れがあります。明日にかけては、全国的に吹き返しの風が強く含み込みで、関東でも注意が必要です。